こんにちは、速稼塾の久保です。緊迫するウクライナ情勢ですけども、主に対ロシア外交っていうものがね、今かなり相場に影響を及ぼしております。これがだからファンダメンタルズってやつですよね。私たちがやってるのはテクニカルなんですけども、テクニカルが機能しにくい、まあ2週間をね過ごしてきましたが、ファンダメンタルズも積み重なっていけば一定のチャートを築いていきますんで、ファンダメンタルズの集積もテクニカルになっていくわけなんですよね。今日はその中でね、1日足、4時間足、1時間足っていうふうにいつも通り見ていくんですけども、ここにテクニカルが今出てきてるんですよ。じゃあそれをね見ていこうかと思いますので、日足からご覧ください。じゃあこちらをどうぞ。日足を見ていくと、大きな陽線が出たその下に大きなヒゲが出てますね。この2つが大注目です。つまりこれは上昇トレンドってことなんですよ。まあ時間114と115の430519と2つのね赤いラインがありますんで、ここを両方ともね上昇して突破しているってところも要因になるんですね。まあですね、この2つのレンジの中に収まるかと思ったら収まらずに、結局は円安方面に触れていってるじゃないですか。でもう一直線に上昇してるわけですよね。下にひげを出して、あとは115円の430よりも上の勝負になってくると思います。もちろんゾーンがありますんでね、ここを突き破れるかどうかって問題ありますよ。ただ当初私がお話した通り、これは上に行くんではないかなと。まさにここにぶち当たって、114円の519にぶち当たって以来ひげを出しながら上に行っているってことなんで、円安の方向に向かうのはまあ今までと同じかなっていうところですね。じゃあ4時間見ていきますよ。じゃあ円安に向かうにしても4時間が分析できなくてはなりません。まずね、2つのダブルボトムって言っていいと思いますけども、110円の519っていうふうに遥か昔に引いた線が未だに生きてきて、ここが力点となってね、多くの投資家さんがこれを意識してるんですよ。ここから下落してきたロウソク足が2つのボトムを築いて、一気にこちらですね、こちらを抜けていきましたね。でさらに115円の430を支えのようにして上の方に抜けています。まあこっからね、このラインより下に下がることはもうないと思います。あっても一瞬でひげを出して115円の430よりも上の方に出てくると思いますね。あとはここを破るタイミングがいつかどうかなんですよ。ここを破るともう116円の半ばから117円に向かっていくということで、まあ原油はねまだまだ値上がりするようになりますけども、ガソリン代なんて1リットル200円超えると思いますけども、まあでも私たちはこの相場から円安がもっともっと進むということが見えるんじゃないかなと思います。おそらくね、途中で2つの大きな次元があると思いますよ。一つはトリガー条項の発動ですよね。異例中の異例、石油が25円以上安くなるっていう瞬間が出てくると思います。限定的にかもしれませんけどね。これが一つと、もう一つはね、NATO を中心とするアメリカ、日本を含む対ロシア戦線がですね、協調介入をするんじゃないかなと思いますね。そうすることによって、おそらく117円、118円に向かっていた円安傾向が瞬間的に115円、116円の方に戻っていくんじゃないかなと思うんで、そこをちょっとね、報道の後追いでもいいので売りを入れてガポッと取っていこうかと思います。じゃあ1時間足の方に行ってみましょうね。1時間足はね、エリオット波動が出てます。計らずもエリオット波動が出てしまいましたと言ったら正解かもしれません。いきますよ。ここから始まって包み足がまずは第一波動を作ってますね。で軽い陰線で第二波動、第三波動はこんなに大きいです。で第四波動で勢いをつけて第五波動、推進波は以上です。で調整波がこちらの方に1、2、3と来て、今抜けた状態がここですね。だからこっから見てもおそらく116円の方面に1時間は向かっていくんじゃないかなと思いますね。
まあちょっとここはね、うん、とりあえず終わってしまうかもしれませんけども、一応ここ頭出ましたから。ですんで、下がるにしても、まあここまでは下がんないと思いますね。まあですんで、一つの目安として115円の430っていう以前に引いた赤いラインですね。ここを目安に、押し目をかけてもいいんじゃないかなと思います。そうすると、ズバッと取れると思いますんでね。ファンダメンタルズグロン5のテクニカルはこのように使っていけばいいんじゃないですか。では解説は以上ですね。はい。これからね、もしかしたらキエフ、ウクライナの首都キエフは陥落して、大統領とその家族は拘束されるか、もしかしたら厳しい処置がなされるかもしれません。しかし今回のロシアの処置はね、不当中の不当ですよ。こんな侵略戦争は、まさかね、この時代に武力戦争があるなんてね。ただ歴史を見ているとロシア側にも言い分があります。もともと1991年だったかな、ソビエト連邦が崩壊した時に、ソビエト連邦ってのはたくさんの国の集まりですから、ロシアとかウクライナを中心にいろんな国に分かれたわけなんですよね。元通りの都市国家軍に。その時に北大西洋条約機構 NATO と言われるものがありました。アメリカ、イギリスを中心とした NATO なんですけども、この同盟に、分割したソビエトの小国がどんどん参加していったんですよ。つまりは社会主義がもううんざりだと、俺たちは頑張った分だけチャンスが欲しいんだってことで、資本主義経済にどんどんね、流れていったわけなんですよ。そりゃそうですよね。だって社会主義経済って中国にしてもロシアにしても大失敗続きでひどい国なわけなんですよ。で、一部の人間はまあ賄賂を受け取ったりね、蓄財をしたりとかして、結局は権力が社会主義を食い物にして自分たちだけが豊かになったわけなんですよ。でも少なくとも資本主義っていうのは小さい規模でのね、金持ちとか自由は誰でも手に入れられるわけですよ。もちろんリスクはありますけどね。まあそういったことで社会主義にうんざりとしていた人が自分の力をもっともっと試したいということで、これは個人の選択によってですね、どんどん社会主義から資本主義への転換をしていった、そういう時代があったわけですよね。まあそうなるとロシアを中心とした東側勢力、まあなんて言いますかね、いわゆる社会主義勢力っていうのはどんどん同盟を少なくしてますんで、これはやばいなと。これ以上資本主義野郎に取られてたまるかってことでね、ずっと虎視眈々と狙っていたんじゃないかなと思うんですよ。でウクライナもどちらかというと資本主義の方にものすごく軸が傾いていたところで、ウクライナってのはね、かつてのソビエト連邦の中では2番目に大きな国でしたから、ロシアの国にの次に影響力を今でも持ってますんでね、あそこを取られたらもう終わりだということでね、今回資本主義経済に舵を取ったウクライナという国を武力で自分たちの支配下に、いわゆるね、属国化、奴隷化しようとしてるわけですよね。まあでもね、もともとは同じ国の国民ですから、なんかロシアの人がね、ウクライナに今攻撃を仕掛けて戦闘状態に入ってるわけですよ。なんかね、だから日本で言ったら東日本と西日本が戦争を追っ始めちゃったみたいな感じですよ。親戚や親兄弟もいるでしょうし、出張中の家族ももしかしたら今回分断されてるかもしれません。何の罪もない、ただ一生懸命納税をしながら小さなささやきに ささやかな家庭をね維持しようとしている人たちに、空から爆弾を降らせる兵士たち、どんな気持ちでそんなことをやってるんでしょうね。ちょっとまあ相場とは関係ないですけども、今回はね、この2週間ろうそく足の向こうに人の生き死にが見えるという、本当はリアルと感じました。まさにね、全ての真理があの短いろうそく足一本に収まっていると感じざるを得ない、そんな2月でしたね。はい、じゃあ以上でございます。お疲れ様でした。